新社会人の皆様、こんにちは。今日は4月1日です。これからの時代、頭のいい人たちはどんどん所得が増えてきます。おそらくこんな動画を開いた、生で見ないで録画もしないで楽をして、生で見ないで録画もしないで楽をして、こんな動画を開いた人たちは、おそらく頭の悪い人たちに分類されるんだと思います。 大学を卒業して22歳ぐらい、会社員になっても月収30万円ぐらいの生活を生涯ずっと続ける。ボーナスもらえるかどうかも怪しい。時代は変化しています。18時50分から M ステ春のレジェンド曲3時間スペシャルがあるそうです。時代は変化しています。 給水ショーツなどのフェムテック市場2021年度は635億円あったそうです。時代は変化しています。以上をもちまして、新社会人に向けた花向けの言葉を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。